こんばんは、辰徳です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。まず今映しているのが卵焼き。ちょっと塩多かったかな。LL の卵2個で作った卵焼きが2個。だから LL4 個分使ってます。で白ご飯。で、もう体重測っていきます。昨日は和牛をいただいたのでそれを焼肉にしたから太ってると思うんですよ。朝から喉も渇いてましたしね、血液に脂肪分がたっぷり含まれたはずですから。あ、何キロぐらいになってるやろな。はい、体重 56.5、 200g 増えてますね。体重 56.5、 体脂肪率 12.3、体重 56.5、 体脂肪率 12.3、 基礎代謝 1335、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.0、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 と。まあ肉食ったんですからね、和牛、脂の多い和牛をいただいたんですから増えるのは当然です。だからこれは計算内ですね。で、目玉焼き、ああ、ええ出来ですね。おかずにするにはちょっとまだやばいかな。でもこんなもんでいいでしょう。目玉焼き、今日のサムネイルはこれでいきましょうか。で、これ白菜のチキンスープに、まだおとついからずっと溜めてるそのチキンスープが残ってますから、それで白菜を煮てます。美味しいですよ、これは。はい、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。